詐欺被害に遭いました誰かが訪問してきてこう積極的に私を口車に乗せて金を出さすとかそういうそのアクティブな詐欺じゃなくてですねいわゆる通販サイトに振り込んじゃったっていう間抜けな話でございまして。 手口のあれこれについては、もうメディアでゲップが出るほどルフされている、まあ、非常にわかりやすい詐欺サイトに引っかかったわけでございまして。それに関しては、えー、後ほどまとめて申し上げますが、まず、何が欲しくって金払ったかといったら、こちらでございまして、大中心蔵印の三船敏郎先生のサイン。 えでございましてねでこちらあのー、まずそのサインごときにどうしたっていう話ですけどこれ下地がございまして以前に、まあ、神保町の有名な演劇映画専門古書店さんで三船敏郎さんのサインを買い損なったというですねちょっと自分の履歴が影響しておりましてその時ね2万円以上5万円以下ぐらいのなんか 無理すりゃ買えるけど、そんだけ出す価値あるかな、みたいな。でもどうだろう、なんていう、自分の気持ちに半信半疑で出かけてみたら、もう売り切れてて。その時にね、ものすごくがっかりしたんですね。で、ものすごくがっかりした時に、あ、自分ってこんなに三船敏郎さんのサイン欲しかったんだ、という、ある、えー、前日短があって。そして今回ですね、 まあ、これも、うまい具合にやってるな、リアルにやってるなと思いますが、今回ですね、え一、ー、万何ぼの三船敏郎さんのサインが、割引でこんなに安くなってますよという、7980円だったんですね。で、入札ゼロだし、ああ、もう買うと思って、で、もう、もう、もうね、欲しい、買うの一心ですよ。なんで割引なんだとか、もう、まずそこを疑わない。買う で、あの、どうやったら振り込めるんだ。これ早いもん勝ちだって思っちゃったんですね。で、そこにサイトをどこをいくら探しても、ここに入金してくださいがない。とりあえず、まあ、個人情報。まあ、今回向こうに持っていかれちゃったのは、えー、名前ですね。で、住所に関してはですね、ちょっと引っ越しの予定がございますんで、まあ、この住所も、いずれ何でもなくなっちゃう。ですから、電話番号いっちゃったんですね。まあ、それ、入力して、 それでここに振り込んでくださいっていうメールが来て言われた通りにいそいそと銀行に出かけて7980円をまあ振り込んだとああ安心もうその時そのもう本当に詐欺とかなんとか一切気持ちになくてただただその三船敏郎さんのサインを持ってにこやかに SNS にアップする自分とかってそればっかりを想像してもうピュアに。 この商品について、私が一生懸命に確認したのは、あの、サイトが詐欺かどうかよりもですね、サインが本物かどうかの方でしたね。で、そうすると、この、まず大中心蔵という用意されたその色紙に三船先生がお書きになっていると。まあ、えー、筆跡自体は三船先生のサインらしいぞと。で、その商品サイトにアップされている情報の中に、 お山遊園地という「お山遊園地」のサインが入っているサインが生まれるバックグラウンドをですねリアルに説明する条件としてはね私には十分だったんですねところがこの情報はですね写真の下のところにいきさつが書いてあったりなんかするんですけどその文面を一部ーコピペして検索するとですね えー、なんと全然違う通販サイトにもぶち当たりまして全く同じものが出品されている私はね今回詐欺に遭いましたけれどもその別のサイトだったらまた買えるかなって思っちゃうぐらいやっぱり欲しいもう払うその金額なら払いたいさらに詐欺サイトよりも安いじゃないかこっちは本物なんじゃないかなんていう気持ちになっちゃうんですねもうですかからどういうういこととっていうと 危険にに対すするるセキュリティがガバガババなってるんですねどうして詐欺だって気づいたかっていうと最初に振り込み先はこちらですというふうに来たメールには入金確認次第すぐ発送しますみたいなことが書いてあったんでまあ心待ちにしてたわけなんですけどそのメールアドレスからですねあのー、次のような報告が来まして。 最近キャンペーン中注文数量急増ので今日支払った人数が多すぎて送金口座が限度額になりましたでこんなのはですねちょっと聞いたことがない振り込みがいっぱいあったからその限度額を超えて一回返金しますとでまあこれが怪しいなと思ったのとあとこの2度目のメールでやっと まあ、日にちがたって少し冷静になったんでしょうね。差出人のですね、メールアドレスが中国の艦隊人になっているということで、あれ、これはもう、やられたと、まあ、思ったわけでございます。で、あのー、まあ、これが顛末なんでございますけれども、えー、まあ、こっからですね、これから被害に遭う可能性もなぎにしもあらずという人たちへのまあ注意喚起、 を込めてお話をしますが、あの、これから言うことはね、よく知ってます、誰もが。NHK さんなんか毎日のようにね、あのー、こんな被害がありました。こんな詐欺のパターンもありますっていうふうにやってるわけで、あのー、もう本当そういうの見ながらね、知ってるよと、今更っていうことばかりです。だから、あのー、詐欺はね、手口の巧妙さというよりね、本当にその心の隙をついたね、事故。 というふうに、ちょっと経験者から言わしてもらいたい。周囲が見えなくなっちゃう。ただともう欲しい。早く欲しい。っていうことですね。だからね、最初はね、最初の額が少ないうちはね、で、済んでね、良かったなと思います。うん、まず、あの、振り込んだお金でございますけれども、銀行さんには組み戻しというサービスがありまして、これ銀行さんによって手数料は違うんですが、 例えば三井住友さんの場合は660円とか、みずほ銀行さんの場合は880円とか、括弧要確認でございますけどね、えー、2023年5月現在、そういう手数料で、あのー、向こうに着金しちゃったお金を、えー、キャンセルするっていうやり方があるんですけれど、向こうがあの連絡取れないとかですね、なんだろうな、承諾しないも含まれるかな、とにかく必ず帰ってくるとは限らないんですね、その手数料を払ったからといって。 だから例えば880円払って、じゃあ交渉をお願いしますって言ったはいいけど、だめでしたっつったらその880円は返ってきませんから、まあ、えー、これはあ、おのおののね、ご判断でっていうことですね。えー、警察のツイッターとかでもね、えー、お知らせがあります、この URL に、えー、XYZ とかですね、TOP とか、SHOP とかいうドメインのですね、 えー、サイトはもう要注意ということでございます。まんまとその通りでございますね。えー、私の場合すでに XYZ でございましたからもうなんか詐欺でございって言いながら来てる人に「はいはい」っつって、まあ、お金を渡しちゃったマヌケぶり。それからまあ先ほども申し上げましたけれども「勘退治」でございますね。 えー、中国が作った画数を減らした感じでございまして、こんな感じの知らない人から振り込みのお知らせメールが来たら、まずもう疑ってかかろうよ、ということでございますな。まんまと一杯食わされたわい、ということでね。うん。というわけでございましてね。えー、皆様も十分にお気をつけ、遊ばせ。さようござらば。